熊本市市政情報コーナーしっとるね学ぶくん、肩もなくおはようございます。いやあれ今日は中華さんがいないですけど、はい、代わりにお隣は岩清水、あ、岩清水で、あ、岩清水で、そういうこと、はじめましてですか。は、あの遠くから見てましたけど覚えていらっしゃらない感じですかね。 ありがとうございます。僕、ね、学ぶと言います。岩清水愛と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの愛ちゃん、何ですか急に。愛ちゃん、はい、何ですか。愛ちゃん、うんうんうん、何、あのほらお祭りとか、うん、だんだん増えてきたり、うんうん、またなくなったりとかいろいろですもんね今。本当まだ少ないけど、でも今年は3年ぶり開催とか結構多くなってきましたよね。そうね、うん、あのコンサートとかもね、うんうん、どんどん皆さんやってらっしゃる。まあ感染対策しっかりしながらなんですけどね。そうそうそう、うん、確かにね。熊本の夏の風物詩といえば、あいちゃん何？日の国祭り。そうでございます。よかったね。ということで日の国祭りが復活するということで、はい、熊本の暑い夏が戻ってきますよ。どうぞ。今日は8月5日から7日は日の国祭りについて調べなんてない。僕のスケジュールは空いてるけんオファーお待ちしています。まなぶくんがやってきたのはイベント推進課。案内をしてくれるのはレース用に開発された自転車ロードバイクに乗り、週末は阿蘇や天草で美味しいもの巡りをしている吉田さんです。暑いでしょ。今年の日の国祭りはドギャンになっとるとね。学ぶも学ぶ。熊本の夏の風物詩といわれる日の国祭りは去年一昨年と2年連続で中止となりましたが、今年は8月5日6日7日の3日間で開催することになりました。今年は熊本市が政令指定都市に移行して10周年であり、日の国祭りは45回という節目の開催となります。今年はどんな内容になると、学ぶのステージショーは計画しておるとね。日の国祭りのメインイベントとなるおてむやんそう踊りは8月6日土曜日の夜7時15分からの開催となります。およそ35団体総勢2500人ほどの踊り手が熊本の代表的な民謡おてもやんや軽快なリズムのサンバおてもやんに合わせて熊本市内の中心部を踊り歩きます。観覧席はあるとね。おてもやん総踊りを専用のスペースで観覧できる桟敷席を今年も用意しています。席の販売は総踊りの当日8月6日土曜日の午後6時から市役所本庁舎の正面玄関で行います。1席500円、およそ150席を用意しています。その他にどんなイベントがあると。花畑広場には熊本ならではの食材を楽しめる飲食ブースが並び、サンロード新市街ではさまざまなステージイベントや AR 拡張現実を使ったスポーツ体験などを楽しんでいただきます。僕のスケジュールはアイドル兼歌謡ショーならできますよ。地元オリアーケードにはバスケットボールやサッカーなどのスポーツを体験できるブースが並ぶと同時に、電子機器を使った対戦型のゲーム e スポーツを体験できるブースも出展する予定です。また上通りアーケードには夏の祭りらしい縁日のブースが並びます。学ぶにオファーはないみたいだけ、他に言いたいことがあればどうぞ。日の国祭りでは感染症対策にご協力をお願いします。当日は自宅などで検温し、体調が良くない場合は来場を見合わせてください。観覧の際はマスクを着用し、大声、掛け声などは禁止です。応援は拍手などでお願いします。8月6日のおてもやん総踊りでは市内中心部が交通規制となりますのでご注意ください。それから今年はおてもやん総踊りの当日飛び入り参加はなく、7月29日金曜日午後5時締め切りの事前申し込み制となります。はい、学ぶの振り付けを加えてもらうよう市長に直談判します。まあということで愛ちゃん、はい、僕
僕のステージはないんですよね。それはないでしょうね。はい、でもまあ本当に3年ぶりですから熊本市内が盛り上がります。大丈夫？盛り上がりますよね。一瞬おっさんみたいになったけど大丈夫？誰がおっさんだよ。マナブくんが今年は子供面白お化け屋敷は中止になりましたけど、そうそう、ね、お化けに扮した子供たちがアーケードを歩くそうです。ということで皆さんも火の国祭り楽しんでください。